台所育児っていう言葉知ってますか？食育の話じゃないの？小物のタイルを貼ってあります。珍しいですね。珍しいね。こういうスペースを作っとくと後から変更できるので子育て世代に需要がありそうだなって思います。お子さんの育児にとってもすごいいい効果が多いよみたいなのが最近結構流行ってはいるんです。皆さんこんにちは。はい、こんにちは。リブワークの上永です。はい、今日は熊本県に来ています。はい、このうち以前ショートで収録したことあります。何回ぐらい再生されたんですか？YouTube の方でも12万ぐらい、うん、TikTok の方でもね14万とか、どっちも人気だったんですよ。あ、そうなんですね。そのお家をもうお住まいになられて約3ヶ月ぐらい、うん、はい、の状況でご紹介させていただきたいなと思います。はい、じゃあ早速テーマからご紹介します。はい、今日のお家のテーマは子どもの成長を一番に考えた平屋です。まあ、でもさ、結構お家を建てる方ってそういう方多いんじゃない？実際上永さんもそうだよね。そうですね。それで考えたんですけど、うん、我が家よりも正直その子どものこと考えてる感があるなって。あるわけね。なるほどね。そこにも差があるわけね。はい、個人的にはそのような印象を受けました。なるほど、はい、かしこまりました。はいはい、じゃあ早速間取りをご紹介します。はい、今日の間取りはこちらです。敷地面積が 98.76 坪で建物が 33.54 坪の平屋のお家になります。ご夫婦2人とお子さんがお二人、小さなお子さんをお持ちの4人家族になっております。まさにうちも1歳半の子供がいるのですごい共感というか、こういう使い方ってやっぱりいるよねっていうところがいっぱいポイントとしてあるかなと思います。かしこまりました。はい、じゃあ早速今日もご紹介していきます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまずお庭からご紹介したいと思います。はい、なんかねコメントでもお庭が完成してからもう一回見たいっていうコメントもありましたよ。あ、本当ですか？うん、お庭はですね人工芝をご自分で敷かれていて、はい、まあ、小さなお子さんと一緒にお庭で広く遊んだりとか、うん、あと奥さんが家庭菜園を始められてまして、ね、うん、だからこれもお子さんと一緒になんかこう野菜とかを育てていく体験ができるってすごい素敵だなって思いますよね。こういう食べ物を植えるとかね、うん、食育ってあるじゃないですか。うん、ああいった意味でもこう一緒に育てるっていうのはいいよね。めちゃめちゃいいですね。敷地が広いならではですよ ね、うん、ね、はい、そして、うん、この土地が実は分譲地の一区画になってるんですけど、確かにこっちちょっといろいろ建物が建ってますね。はい、新築の。そうなんです。こちら側が分譲地になってて、こっちがですね分譲地の外の道路につながってるような形になってます。うん、はいはい、じゃあ早速外観も可愛いですが中の方に行ってみたいと思います。ね、はい、お邪魔します。お邪魔します。はいはい、そうでした。この大きな窓、明るいです ね。玄関がこう開放的に感じられますよね。うん、こちら側がシューズクロークっていう形になってます ね。はい、じゃあそのシューズクロークもどう変わったかをちょっと、はいはい、こんな感じで靴とあとはお子さんのお洋服とか、はい、お掃除用具とかも収納できるようにかなり広めに取られてますね。めっちゃ広いし、うん、あとはやっぱ明るいね。そうですね、もう今電気ついてますけど、うん、多分消しても、うん、よいしょ、こんな感じ変わらない。やっぱり上につける窓とか、うん、地窓につけるものとかあるんですけど、うん、全然やっぱり光の量が違うので明るいのと、あとはこう、うん、玄関自体が広く感じるっていうすごいメリットはあるかと思います。そうね、ただね、うん、コメントでちょっとあったのが、はい、これだけ窓大きいと、まあ、カーテンを年中つけっぱなしになるんじゃないとか、すりガラスにすればよかったんじゃないみたいな、外からの目線が気になるっていうご意見ですよね。うん、もちろんそれも一つの意見としてあり得ると思うんですけど、うん、最初にちょっとご紹介したようにこの土地って玄関側、この窓の反対側が分譲地になっていて、うん、この窓の先は車が通る道路になってるんですね。うん、まあ、今もねちょうど車通ったね。通りましたよね。うん、ちょっと下がってるの分かります？土地が上がってるので、うん、道路を通っていく車がちょっと下がってるんですよ。ここ通行にはそんなに多くないと思うんですけど、ちょっと私が実際に歩いてみますね。うん、そうね、どれぐらいの高さっていうのもあるからね。はい、あー、分かる分かる、こんな感じの目線になるので、まあ、歩いてる人の目線は気になりにくいかなと思います。
あとは、まあ、玄関なので、そうリビングみたいにくつろぐスペースじゃないので、うん、まあこう外からの目線よりもやっぱ中から見た時の開放感とか明るさを重視される方はこの窓を真似していただくといいかなと思うし、逆にプライバシーとかその防犯面で気になるよっていう方は天窓にしたりとかすりガラスにされるといいんじゃないかと思います。そうだね、じゃあ次に行きたいと思います、はい、でこちら側がリビングなんですけど、その奥にですね実は収納が一旦ありまして、うん、ここを開けさせていただきますね、はい、ここはロールカーテンで仕切っていて、おむつとか日用品のストック収納にされてます、うん、そうだよね、なんかこの先が確かトイレだったから、うん、そういったアイテムとかがたくさんあるのいいよね、動線的にもいいですよね、リビングからもすぐ取れる場所にあります、うん、そしてここにトイレの手洗いをここに出してあるんですね。これちょっと不思議だね、洗面台みたいな、うん、される方多いじゃないですか、うん、そうですね、まあ、トイレの時に使うのがメインと、帰ってきた時にちょっと洗えるようにっていうので、まあ、大きい洗面台2個置くとそれだけにコストもかかってしまうので、あ、ここで歯磨きはしないでしょうしね、ですね、手洗うよっていうことで使われています。はい、はい、でこの先がトイレですよね、はい、ここがトイレですね、はい、壁紙がちょっとタイルとの組み合わせが素敵ですよね、そしてリビングに入っていきたいと思います。はい、はい、そうでした。めちゃくちゃこのリビング広かったんですよね。はい、LDK はですね、全部合わせて24畳ぐらい。こんな感じでした。思い出しました。まだ家具は入ってなかったですよね、うん、で、ゾーニング的にはこちら側がキッチンで、ダイニング、リビング、うん、そしてこちら側にキッズスペース作られてます。ですよね、はい、今はキッズスペースなんですけど、親御さんが泊まりに来たりとか、うん、後からちょっと変えられるようにっていうことで、あえて畳にはせずに客間として使えるようにっていう使い方をこう変えるようなイメージにされてます、うん、でね、これ、はい、ほらその仕切りをロールカーテンでしてるっていうね。そうなんですよ、うん、ここロールカーテンついてるんですけど、うん、あれ、あ、分けてるんだ。そうなんですよ、結構珍しいですよね。2面にすることでめちゃめちゃメリットがあるなって思ってて、例えばお子さん寝てるとき、こっちに電気つけてるけどそっちは電気消したいときに、1面だったらこれをこう開けていかないといけないんですけど、はい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 、2面になってたらこっちだけ閉めてて、ここは半分ぐらいまで閉めててもすぐすって出入りができたり。あ、そういうことか。私も昔実家に住んでた時はめちゃくちゃでかいロールスクリーンだったんですけど、閉めてても横からザーって通行したりとか、うん、できるじゃないですか、ロールカーテン。けど壊しちゃったんですよ何回か。あ、やっぱり、うん、なんでまあ一面の方がこう見た目的にはこうスライチでかっこいいかもしれないですけど、うん、実用的にはこうやって分けた方が絶対使いやすいなって思います。でなんかよく、うん、お弟子様のお家久々に行ったりとかお話聞いたりすると、うん、子供2人の予定だったけど3人になっちゃったとか、はい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 、よくある話なんですよ。子供がね実は双子だったみたいなさ。そう、やっぱ子供が生まれる時に家建てる方が多いので、うん、そういうことってよくあるんですけど、こういうスペースを作っとくと、まあ、最悪ここを仕切ってもう一部屋作れたりとか。そうだね、ここ将来間仕切り的な形でできるもんね。扉をつけたりとかですね、後から変更できるので、それがいいよね、ね、なんかすごく子育て世代に需要がありそうだなって思います。はい、でちょっとよかったらこちら側に来ていただきたいんですけど、はいはい、何でしょう。最初にお伝えしたように、うん、結構ここ長い LDK になってるんですよね。これも意識されたところで、うん、奥さん旦那さんがキッチンでお料理されてて、うん、ちゃんと目が届く動線っていうのはすごく意識されたそうです。はい、そしてこちら側なんですけど、うん、実はここ収納もリビングたくさんあるんですけど、うん、扉はあまりつけなくしたことと、うん、あと前のお家でのものをどれぐらい何があるかっていうのを事前に書き出したっておっしゃられてました。ここは鍵とかよく使う筆記用具とか本当毎日よく使うものも収納されています。だってショート取ったから覚えてますけど、ここが主寝室ですよね。はい、だから外に出ていくときに、まあ、ほぼほぼ使う動線の中にある収納だよね、うん、そうですね。筆記用具とかもすぐ取り出せるところにあると便利ですもんね。うん、
はい、で実はちょっとそっちから見えにくいんですけど、うん、この奥にも収納があって、うん、お子さんが成長されたらこっちが子供部屋なので、お子さんの収納にしてもいいかなと思います、ね、はいはいはい、なるほどね、はい、うん、そしてこちら側に LDK なんですけど、キッチンの方に行きたいと思います、はい、いやなんかこのダイニングのテーブルもね、6人掛けにできるやつ、ここが伸びるんですかね、多分でしょ、ご両親が来た時とか、ね、座れるようにしてるのかもですね、あとやっぱめちゃくちゃ明るいね、明るいですね、このうちすごくやっぱ南が開けてるので、うん、窓も大きいしすっごい明るいですね、すっごい明るい、はい、そしてキッチンになるんですけど、はい、いつもと比べて何か違うの気づきますか？あのね、はい、3つ、うん、そんな気づいちゃいました。横広くない？ここですよね、うん、大体私たちがご提案するこのキッチンから後ろの壁までの距離よりも20センチぐらい広めに取ってあります、うん、結構奥さん旦那さん一緒にお料理されることが多いのと、はい、あとお子さんも一緒にあのお料理するように、まあ、これからですけどしたいなっていうことで広めに取ってます。ちなみに深見さん、はい、台所育児っていう言葉知ってますか？ごめん聞いたこと、食育の話じゃないの？食育に近いんですけど、うん、結構小さい頃から一緒にこうお料理とかすると、うん、お子さんの育児にとってもすごいいい効果が多いよみたいなのが最近結構流行ってはいるんですよ。へえ、じゃあ神永さんのうちもそんな感じにしてるんだ。いや、してはないです。あのいや知識だけかよ。舌がいいって分かってるんですけど、正直やっぱちっちゃい頃から一緒に料理するって多分親御さんの忍耐力が必要で、なんかね、やっぱ汚すじゃないですか絶対。まあまあそうね、うん、最初にご紹介した家庭菜園で一緒にお野菜を育てたりとか、うん、その育てたお野菜を一緒に料理したりとかで、まあ、食に興味持ってもらったりとか、あとお子さんの自立心につながったりとか、うん、なんか いい効果がいっぱいあるっていうので、そうだよね、はい、それを取り入れられてるっていうのはすごい素敵だなと思います。あと2つってちなみに何ですか？え、あのね、上のこの棚、うん、オリジナルで棚を作られてるのかなっていう、まさに DIY で造作の棚を作られていて、うん、洗剤とか置かれてるんですけど、今はキッチン収納としては、まあ、システムキッチンの中でこと足りてるんですけど、うん、これももし足りなくなってきたらこの部分をプラスで収納にしたりとか、この上の部分を造作プラスにしたりとか可変できるようにっていう風にされてます。もうそういう風に下地とかそういう風になってるんですか？そうですね、そのように計画されてます。なるほど。3点目は何ですか？いや、あの照明がさ、うん、普通はダウンライトとか多いけど、なんかこういうライトが珍しいなと思って。なんかご実家がこういう照明をされてて、うん、光の当たり具合がやっぱり良かったので取り入れられたっておっしゃられてます。確かに一点集中型だと自分で影になっちゃいやすいとかあるかもしれないよね、うん、私が気づいたのはその3つでございます。はい、もう1つ目がまさに当ててほしいというような正解です。あとはもう余計でしたか？ありがとうございます。あとはまあ今人気ですね、お子さんがいらっしゃると、うん、あの離乳食のストックとかコストコとかで冷食をたくさん買ってみたいな生活って今もう当たり前になってきているので重要ですよね、はい、でキッチンの後ろ側が水回りスペースになってます、ですね、はい、こちらも覚えてますよ。はい、脱衣所もあの DIY でかなり収納が増えてまして、うん、めっちゃ DIY 上手な方じゃないですか。棚もしっかりこう作られてるけど、さらにこの棚と壁の間をハンガー掛けみたいな、この壁一面を有効活用されてますよ ね。あともう一つちょっと特徴的なのがこの床材です、うん、クッションフロアじゃないね。はい、本物のタイルを貼ってあります。珍しいですね。珍しいね。皆さんクッションフロアかボロンみたいなイメージ？うん。なぜタイルにされたかっていうと、泥んこになって帰ってくる、遊んだ後に。ほう。その時に、ここに実は勝手口がありまして、はい。もうリビングを通らずに、直接ここからお風呂場に行けるような動線を作られてるんですね。なるほど。で、あの泥とかがもういっぱいここに汚れちゃった時、水でゴシゴシ洗いたいなとかいう時に泥遊びやね、はい、うん、タイルだとあの流しやすいっていうのがあって、うん、でもさ、それクッションフロアでも同じじゃない、うん、クッションフロアって実はあの表面にこうクッション材を貼ってるようなイメージなので、はい、クッションフロア同士の継ぎ目とかが隙間があるんですよね、うん、でそこに水が入っちゃうと接着剤でつけてるので、ブカブカしてきて浮いちゃったりとか剥がれてきちゃったりするんですよね、うん、
なるほど。表面にねちょっと濡れちゃったとかは撥水効果あるんでいいんですけど、こうゴシゴシと水で洗いたいとかいうのは結構劣化の元になって、なるほど、ね、あのリフォーム必要になってきたりするので、あの本当ゴシゴシ洗ったりしたいみたいな時は、はい、タイルがやっぱ一番強いですね。それが前提なんだ、うん、ただまあ逆にちょっとひんやりしちゃったりとか物を落としたら割れやすかったりとかいうデメリットもあるので、うん、まあ、それ踏まえて選んでいただくといいかなと思います。なるほどね、はい、そしてこっちがお風呂ですね。 1.25 坪の広いタイプのお風呂になってます。はい、まあ、お子さんね一緒にみんなで入るってなると、うん、やっぱ洗い場が広いの羨ましいですね。そうですね、やっぱこちらの方って明るいお家が好きなんだろうなって。お風呂の照明2個ってのも結構珍しくないですか。そうですね、あんまり確かに2個ないかもしれない、ね、でもここも勝手口があるから、うん、脱衣所もすごい明るいですよね、まあ、日中はね、うんうん、光があるっていいですね、はい、でそしてこのリビングのお隣に、はい、こちらが寝室になっております。はい、8畳寝室の広さありまして、うん、あのご家族4人で川の字になってみんなで一緒に寝られてます。でその奥側にウォークインクローゼットがあります。はい、でも2畳ちょっと広さがありまして、結構大きいですね。もうご家族皆さんの洋服をこちらに収納されてます。うん、平屋なので、うん、あのファミリークローク寝室にあっても動線的にすごい使いやすいですよね。はい、で最後は子供部屋に行きたいと思います。はい、こちらですね。はい、子供部屋が一応2つあるんですけど、はい、まあ、同じような間取りになっているので今日こちらだけご紹介をします。はい、ちょっと大きめですね。はい、子供部屋もですね、まあ、6畳ぐらいあります。子供部屋6畳ってなかなかでかい ね広いですよね。子供部屋に窓が2つあるっていうのもね、うん、そっちにこう風が抜けるのでいいですよね。 いいよね。リビングに戻りたいと思います。はい、現在リブワークでは住宅モニターを大募集しています。モニターになっていただいた方には200万円の値引きもしくはキャッシュバックを選んでいただけます。ちなみに上永さん、200万円やったら何したいですか。そうですね、老後のために運用します。運用、はい、株すごいところいったな。そうですね、やっぱ老後が心配なのでそういった使い方もできます。はい、ということで今日は 33.54 坪の平屋のお家ご紹介していきました。うん、いかがだったでしょうか。やっぱね、ショートで撮った時よりもここ入ると面白くなるね。うん、実際の暮らし方が見えますよね。ね、うんうん、あとやっぱりこう意図をショートの中で配信するのって難しいじゃないですか。1分っていうすごい限られた枠だから、だからあまりねこうお家の暴言にならない程度に、うん、なんでだろうとかって聞いてもらったら、実際にね来た時に僕ねほら玄関の部分とかあったじゃないですか、うん、窓のところとかも、うん、コメントショートに対してのコメントのお返しの内容でもあったってことですよね。うん、そうそういうのができたのはねちょっと良かったっていうのがありますね。うん、あとやっぱりこのお家は本当にあのテーマでも子どもの成長を考えた平屋っていう風にご紹介させていただきましたけど、本当にあのフレキシブルに使い方を変えられるキッズスペースだったりとか、あの台所で一緒にお料理できる空間とか、すごいお子さんのことをあの一番に考えたお家作りってとても参考になるんじゃないかなと思いました。はい、はい、ではまた次回も楽しみにしていてください。ありがとうございました。ありがとうございました。